2018年6月12日9時29分映画、スパンク侍、切られて候、完成披露舞台挨拶でフォトセッションを行う、前列左から、東出昌大、北川景子、綾野剛、浅野忠信、染谷翔太、後列左から、石井岳龍監督、近藤公園、国村淳、そよ川悦司、若葉達也、工藤官九郎、撮影、久富素直修、俳優の綾野剛、36、北川景子、31、東出昌大、30、らが11日、都内で行われた映画、パンク侍、切られて候、30日公開、監督石井岳龍の完成披露舞台挨拶に登壇した。工藤官九郎氏、47、が脚本を担当。内容を問われた綾野は、型破りすぎて、宣伝不可能、と表現。北川も、男性陣の中でマドンナかと思いきや、私も、暴れてます、と、パンク、ぶりをアピールした。ファイブサイト。